皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なクリスチャンアーティストを迎えして賛美と、トークをお届けしているこの番組ですけれども、今日も、素晴らしいゲストを招きしております。最後までお付き合いください。早速ですけれども、ゲストの方に1曲歌っていただきたいと思います。それではどうぞ。今日のゲストは、サムエルさんです。こんにちは。ようこそおいでくださいました。はい、ありがとうございます。はい、サムエルさんは、日本語と英語と韓国語、韓国語、はい、三カ国語がペラペラ、
そうですね。すごい。トライリンガル。トライリンガル、はい、ちょっと行ってみたいですね。一応、はい、僕は秋田弁と秋田弁もできないんです。まあでもね、僕もできないですけど、はい、お父様が、はい、韓国の、はい、お父様もお母様も、そうですね。そして日本に来られて、はい、6歳の時に、ね、はい、でなんかあのお父様が声楽家、はい、お父さんがあの大学で声楽を学んで、うん、まあ、その道に本当は進もうと思ってたところ、はい、まあ、宣教師になって、まあ、それでこう日本に来たんですけど、なるほど、はい、じゃ あの声楽家としてっていうよりも宣教師として、そうですね、でも歌は本当に大好きですね、はい、じゃあ小さい頃から、はい、お父さん その影響を受けた、そうですね、もう僕は全然声楽の発声法ではないんですけど、はい、でもやっぱりお父さんがやっぱ歌に対しては人一倍情熱を持ってるので、やっぱりそういう影響は、ね、はい、だって受けてると思いますね、はい、お父さんのジャンルとしてはもうクラシックなんですか。お父さんはもう完全に正統派の、はい、おーって感じですね、はい、じゃあ結構そっちもいけるんじゃないですか。いや僕全然ダメなんですはい、邪道ですだから、はい、でも今、自分で作ってるスタイルっていうのは、はい、R&B とか、そのそうですね、僕そんなにジャンルはこだわらないんですけど、まあ、でも R&B は本当に好きなんで、はい、まあ、ちょっとラップを入れたりとか、はい、まあ、ゴスペルとか、はい、大好きですね。ちなみに曲を作るときは、はい、なんかその何語で作るっていうのを、はい、初めに意識しますか、それともやっぱ英語が先とか韓国語が先とか日本語とかあるんですか。はい、そうです。昔はでもなんか僕多分一番最初に書いた曲今日歌うんですけど、はい、あの19歳の時で、うん、それは英語だったんですよ。はい、でもあのアメリカ、まあ、僕いたんですけど、ちょっと日本帰ってきてから日本語で書き始めて、今はもう本当に日本語が一番書きやすいです、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ、初めは英語から、はい、韓国語は実はないんです。あ、そうですか、はい、ちゃんと書いたことは。でも訳したりとかしながら、まあ、訳したりはしますけど、はい、で、普段は弾き語りもあの、そうですね、まあ、弾き語り半分、まあ、こうしてさっきみたいに、うんうん、マイク持って歌ったりもします。曲を作るときは、はい、やっぱピアノで作ることが、そうですね、やっぱりピアノでいろいろ構成練ったりをするんですけど、うん、まあ基本自分の頭の中で作る感じです。じゃあ本当に書こうと思ってピアノに向かうんじゃなくて、はい、頭の中でどんどん、はい、浮かんだときにとか、はい、最近のそのなんかこう曲を書くときの、まあ、最近の曲でのなんかエピソードみたいなのってなんかありますか。はい、そうですね、僕また新曲を今いろいろ作ってるんですけど、うんうん、この間はあのシャワー中にですねすごくいいメロディーが浮かんじゃしまってもう急いでシャワー出てこう録音して録音して、はい、でそれで後から歌詞をあのつけてっていう、うんうん、まあ、そんな感じで、じゃあその時はメロディーが浮かんで、はい、そんな感じです。結構ね、あのお風呂入ってる時に、はい、鼻歌で歌ったのが、あ、じゅんさんもそうですか。いや、なんかね、小坂忠先生がなんかそんなこと前言ってたのを聞いて、なんだっけね、あなただけが我らの神っていうのが、はい、よく歌います。入ってる時に、本当ですか。すごい、すごいホーリーですねお風呂大好き、すごい。次の、曲は、はい、はい、じゃあ紹介してもらいます。はい、僕が、19歳の時に、まあ、初めてこう曲を全部こう書いて、まあ、完成させて人前で、まあ、歌ったんですけども、まあ、その実はその曲まだあのアルバムにはちゃんと正式には入ってなくて、あ、そうなんです。今度入れようと思ってるんですけど、こうして多分こう公で歌うのは、まあ、ライブで歌うんですけど、はい、初めてという、初めて、はい、まあ、そんな曲を歌いたいと思います。じゃあ曲名を、はい、ギブサンクス、ギブサンクス、はい、それではどうぞ聴きください。
I can rise up again anytime. I will say I love you, Lord. You hold me in your arms, and your love will never dry. I can live with joy. I give.今歌った、今日もギブサンクスという曲は僕が先ほど話にもあったように19歳の時に、人生で初めて、完成させた最後までちゃんと書いた、そんな曲なんですけども、この曲を作った時に僕は高校までは僕は日本でずっと過ごしてたんですけど、その後アメリカに、留学をしていて、そのアメリカにいた時に、作った曲です。僕はこの曲ができた時に本当に個人的にすごく大変な辛い時期を通っていて、僕はもう生まれた時からクリスチャンホームで教会に通って、神様という存在が本当にもう当たり前だったんですけども、このアメリカ行った時に、そういう僕を取り巻いてたこういう環境、自分の両親とか、そういう全てからこう離れて一人になった時にですね、本当に、自分は何を本当に信じてるんだろうとかですね、例えば誰を、信じてきたんだろう、誰に頼ってきたんだろうっていうのをいろいろ考えさせられたわけです。そんな時にですね、やっぱり僕はこう教会とか神様とかなんかそういうところに答えを見出すのがちょっとこうなんか自分の中でダサい、
まあ、そんな気がして、自分なりにいろんな、ことを試してみたんです。本当に、本当にいろんなこと、そこから本当に人生の答えを、まあ、見出そうとしたんですけども、やっぱり最初は楽しかったようなこともだんだん心が虚しくなっていって、寂しくなっていって、そして僕の求めてる、ものがこうあまりにも大きいということに気づいてですね、自分のこの心の空白、上え替わきは決して僕が、その答えを見出そうとしてるそういうものとか人からは得られないということにうすうす気づき始めたんです。だから僕はもう本当に今歌ったこの曲の歌詞にもありますけども、本当にもう倒れて、もうひざまずいてですね、もう祈るしかなかったんです。そして本当にその小さな祈りを捧げた時に、目には見えないけども本当に生きておられるこの神様が僕にもう一度力をくださり、そして僕の求めていたこの大きな、とてつもなくこの大きな愛をもう一瞬のうちに与えてくださって、僕の心を満たしてくださったんです。本当に、まあ、その時に僕の心に浮かんだフレーズが、まあ、Every time I will give thanks to the Lord という、いつも一緒に感謝します、オンジェナチュケカムサラテリリという、まあ、フレーズが浮かんで、まあ、もう一度僕が、まあ、立ち上がることができたことに対して本当に神様に感謝の思いを込めてですね、この曲を書いたわけですけども、本当に僕がこの活動をしている、目的というのも、僕みたいにこういう、辛い、時期を通らされている人とか、本当に傷ついている人とかに本当にこの愛のメッセージ、そしてこの希望を、まあ、届けることが僕の本当に使命だと思っています。本当に人生でうまくいっているときは誰もが、ね、本当に幸せで楽しいと思えるかもしれないけども、やはり、誰にとっても誰にでも試練の時はあるし、辛い時はあると思いますけども、僕のこの時の本当にこの19歳の時の強烈な体験を通してですね、僕が、まあ、そんな本当に辛い、もうこのもう淵に、ね、立たされているような状況のそういう人に、この僕がこの愛のメッセージを届けたいなと思ってですね、まあ、そんな思いで僕は歌を歌っています。続いて、歌う曲は僕が去年リリースしたセカンドアルバムのタイトルにもなっている Believe in Love という曲なんですけども、まあ、この曲のサビで、あなたは一人じゃない、あなたは愛されてるというフレーズが出てきます。これが本当に僕自身にとっても、そして、そうですし、僕がこれを本当に僕の周りにいる人、日本全国へ世界中へ届けたい、希望のメッセージです。あなたは一人じゃない、あなたは愛されてる、本当にその思いを込めて、書いた曲です。 Believe in Love。 それでは歌います。聴いてください。愛されている、あなた
ありがとうございました。ありがとうございます。今日はね、差し入れで、コーヒーを用意してます。 ありがとうございます。これなんか知ってます？どこのクリスチャンのカフェ、あのカフェ&ビヨンド。僕友達が働いてますよ。本当に、はい、でそこの、まあ、系列というか、はい、まあ、カフェマナっていうカフェが、はい、あのこの近くにできて、はい、ちょっと飲んでみてください。これはあのミルクだけのやつですね。あのカフェラテ、うん、美味しい。しかもね、はい、なんかおしゃれなんですよ。イザヤの43章、聖書の言葉が、すごい、私は新しいことをする、すっごいおしゃれね。ちょっと、はい、ぜひ皆さんとか言って、はい、すごい香りがいいですねこれね。コーヒーとか好きですか？はい、コーヒー飲みます。いつも飲みますか？飲まないとやってらんないって感じです、 あのですね。いや本当になんか全部の曲がずしずし伝わってきましたけど、やっぱりなんかそういう苦しい中から生まれた曲が、そうですね、そういう、まあ、苦しい中というか、うん、なんかそういう時にやっぱ曲を書くんで、あ、もがいてる時に、そうですね、それでこうなんか自分的にこう書く作業を通してこう癒されるみたいな感じですね、うんうんうん、いやーなんか多分この曲を聴いて、はい、まあ今もたくさんのファンがね、はい、あのいると思うんですけど、はい、もっともっとあの聞いてほしいなって思います、はいはい、今後のなんかビジョンとか活動のなんかそういう構想とか、はい、なんかありますか？はい、まあ、僕はもう6年ぐらい、まあ、ちょっと途中やってなかった時期もあるんですけど、まあ、初めて6年なんで、で今通算2枚のアルバムを出して、うん、いて、またあの来年にニューアルバム出したいと思ってるんですけども、本当にま活動が本当に今までもこう支えられてきたんですけども、本当に僕的にはまだまだだなと思ってるので、もっともっといろんなところに行って、もっとたくさんの人にこう歌を届けたいなと思ってるので、本当にま漠然としてますけど、もうこの今のやってることをそのまま続けながら、なんかぜひね、全国回ってほしいですね、ツアーとかして、はい、うん、はい、多分テレビ見てる人たちも生で、はい、聞きたいと思いますよ。ぜひぜひ、はい、僕も行きたいです。本当にあの感動しました。ありがとうございます。今後の情報とかはなんかホームページとか、はい、僕のホームページとサムエルでちょっとスペルが、まあ、ちょっと変わってるんですけど、はい、まあ、それでこう検索すればあのホームページとか僕のブログも出てきますし、うんうん、あのツイッターもフェイスブックもやってるので、もう、はい、ね、とりあえず全部手をつけて、はい、やってるんで、ぜひネットでも絡んでくださいっていう、はい、ね、感じですけど、ありがとうございました。今日のゲストはサムエルさんでした、はいはい、ありがとうございました。また来てください、はい、ありがとうございます。
番組を見てくださっている皆さんありがとうございます。我が魂の賛美シーズン2では皆様の、感想、ご意見などを、お待ちしております。日本 CGNTV のホームページから、直接メッセージを送っていただくか、また郵送などでお手紙で、送っていただければと思います。今後もですね、この番組が楽しく、またより多くの人に、お届けできることを、願いながら、また次週、我が魂の賛美シーズン2お楽しみにしてください。それではまた来週、ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、また一曲歌ってください。いいね、この映像を。